いやー疲れたよ、本当に。毎日毎日大変ですな。みんなはどつー。どうもー。はい、ワカツー、ニアいらっしゃい。アイテムまとめて送れるようになった。すごいよ、なんか、風船ラッシュらしいよ。最近は花火よりも風船を999個送るのが流行ってるらしいね。それがトレンドなんだって。はい、ワード2、サトシさんいらっしゃい。ジャブだいぶ速くなってきたね。で、ストレートも綺麗に打てるようになってきた。まだムラがあるけどな。お風呂入った？入ってない。お風呂は、銭湯に12時に行こうかなと思ってます。温まって、風呂場でっかいから、銭湯。で、夜中行くと誰もいないから、風呂場でストレッチしてますね。ぐーって。柔軟性も結構上がってきたんで。テルチャンピンがビビってたよ。マジで殺されるかもしんねえって。マジで殺す気で練習はしてるけど、下手したらテルジャンビはもう6月10日が命日になるかもしれない6月10日に彼は死ぬかもしれないから、やられる前にやれだよね鉄則ですよ。新しいフォロワーさん紹介します。天使のニューハーフゆうかさん、フォローありがとう。アモさん、フォローありがとう。金梅さん本人ですね、これは。金梅さん、フォローありがとう。元さん、フォローありがとう。クリちゃんさん、フォローありがとう。39アットマークさん、フォローありがとう。ウミガメアットサッドさん、フォローありがとう。ユッチさん、フォローありがとう。これも本物ですね。ドブズキッチンさん、フォローありがとう。モッティさん、フォローありがとう。腹の虫先生、小葉に違和感さん、フォローありがとう。マリサさん、フォローありがとう。春野さん、フォローありがとう。メグさん、フォローありがとう。リーベーラルさん、フォローありがとう。浅野さん、フォローありがとう。リディアさん、フォローありがとう。ミータンさん、フォローありがとう。エムネコさん、エムネコさん、フォローありがとう。ヤセヒコさん、フォローありがとう。新規リスナーです。はい、ワード2。いらっしゃい。酒飲みすぎなんだよね、金梅さん。本当にアルコールの匂いすごかったからね。亀尾さんはどつ？いらっしゃい。金梅さんはちょっとね、体本当にぶっ壊しちゃってるから。机にあるの小銭、小銭、小銭貯金やってていっぱいになっちゃったんだよ、貯金箱が2つ。だから今3箱目がない。練習、あ、どうもどうも、お疲れ様です。いいな。ねえ、この亀尾さんのさ、ドット絵って誰が描いたの、これ。俺ドット絵の自分のキャラクター作りたいんだけどさ、ドット絵描けるの？お、猫だ。ワード2。ドット絵描ける人募集してます。ドット絵いいよね。はい、ケンシンさんはワード2。金梅さん今回出るのかな。いや、まあ出たくなかったら出なきゃいいと思ってるのが俺の考えだから、出たい人だけ出ればいいよ。広い絵なんだ。ドット絵かっこいいよね。俺ドット絵結構好きなんだよ。ファミコンとかスーファミ世代だから。ロックマンっぽくていいね。初期のロックマンっぽいね。ちょっとドット絵描きたい。ドット絵のキャラクターを使いたい。
体調壊れてんだったら出る必要ないじゃん。出たい人だけ出るのが俺は本筋だと思ってるよ。言い訳なんかできないんだからさ。試合で怪我するかもしんないし、負けると恥かくわけですよ。うん、リハビリに集中でいいと思うよ、別に。出たいやつが出ればいいじゃん。ねえ、便所太郎さんがね、ちょっと文句言ったりするのはわかると思うけど、興行だから。やっぱネームバリューが欲しいわけじゃん、金梅さんの。だからそれはしょうがないでしょ。体調管理も選手のさ、務めなわけだから。俺はなんかそう思うけどな。肝硬変治んないかんね、うん、でも前から酒飲みすぎだったからちょっと心配だったけどね。いつか壊れるなっていう。むしろ検査に行くのが遅すぎたよ。だってもう普段酒飲んでない時からさ、体中からアルコールの匂いするんだから、あれはおかしいよ。もうとっくにガタ来てる。うーん、もうすごかったよ。毎回だね。会うたんびに酒まだ飲んでないのに、もうアルコール臭が体からもう、アル中の匂いだよ。で、酒飲みたい酒飲みたいってずーっと言ってんだもん。だからそれを毎日やってるわけでしょ？もう出会ってからどれくらい経つ？半年ぐらい経つわけじゃん。で、3年も4年もっていうか、もう酒飲むようになったからずーっとの生活なわけだから、それは壊れるよ。当たり前ですよ、そんなの。緊急入院ではない。まあわかんないけど、それは、うん、俺金梅さんじゃないからさ、ね、まあ寝たかもしんないし、まあアル中でしょ。俺は金梅さんのことアル中として見てるよ、うん、完全なアル中ですよ。アイラは北海道だし来ないでしょ。興味ないと思うよ、こういう大会には。それに顔出し配信してないっていうことで察しないと。そこで重かったな。買ってよかった。これ試合当日からグローブつけ始めたらアウトだったよ。早めに買ってよかったよ。すごい重たいから。想像してたのと全然違う。これ武器だよ、これ武器。なんつうんだろう、俺グローブって手を守るためのものだと思ってたけど、本当にこれ武器なんだっていうことがよく分かった。黒にしましたね。白、青、赤、黒、4種類あったんだけど、まあ和道カラーは黒がいいから。あ、ノンタヘッドギアある。あとね、今日の練習では使わなかった、ね、試合と一緒の16オンスだね。あとヘッドギア、これ明日スパーリングで使います。買いました、ヘッドギアね。これまあ説明しなくても分かると思うけど、頭にかぶってパンチもらっても大丈夫なような、スポンサーさんが道具揃えなさいっていうことで支援してくれたんで、試合用の試合着と練習とか、もったいないから本気でやるんだったら支援してあげるからっていうことで支援いただきました、個別で。こんばんは、みーすけさん、楽しんでってください。あとね、ファールカップも買ったんだけど間違えちゃって今日つけようと思って、ファールカップって言って金的にプラスチック入れるやつなんだけど、それつけて練習しないとと思ったんだけど、履けないの。あれと思って、便所太郎おすすめだから履けるはずなのにと思ったら XS って書いてあってで、XS だったらなんだよこれ女の子用じゃんって言って、のんたんにあげるよって言おうと思ったんだけど、よく考えたらのんたん金玉ついてないから意味ないXS 買っちゃってさ、そうっすね、これにしました。はい、ヘッドギアね。いずれ生放送で1億円プレイヤー出ると思いますか？出ると思ってますし、僕もなりたいと思ってやってますね。僕は出ると思いますよ。
いつになるかわかんないけど、年間1億稼ぐ人は出るでしょう。アイラが1ヶ月で700万稼いでるんだから。アイラが多分500万ぐらいかな、今。5000万か。年間5000万近く稼いでるから。俺は、全然いけると思ってやってます。ただ、なんだろう。それは俺の予想とか俺の願望も含まれてるから、俺もそういう風になりたいっていう。そこは冷静にね、見てるリスナーさんとは意見が違うと思うけど。俺はできるかできないかじゃなくて、やるかやらないかだと思ってるんで。中国はもう5000万とっくに超えてるでしょ。一晩でうん千万とかいるぐらいだから。うん。韓国とか中国とかはね、まあ中国の場合人口がすごいっていうのと、韓国は IT やっぱ進んでるから、そのネットでお金払うことに関して、あれじゃん？慣れてるんだろうね。ヘッドギアはね、視界狭くなります。まあだけど、その、まあ撃たれる、怪我したらダメなんで、やっぱりそのドレさんのパンチってヘビー級なんですね。体重85キロかな？で、ドレさんのパンチ練習でずっともらい続けたら死んじゃうんで、はい。これはつけないとダメですね。自殺行為ですよ。ドレさんとのスパーで。ヘッドギアつけないのは。ただ、俺は16オンスのこっちだね。ほんとこれは買わないと、テルチャンピン相当苦労すると思うよ。想像と実際につけてみるの全然違くて、パンチのスピードが3倍ぐらい遅くなるんですよ。威力は上がるんだよ。威力は上がるんだけど、俺これで自分の顔殴ってみたの。何回か。軽めに殴ってんのよ。重たいのよ、パンチが。だからこれ武器ですね。完全に。要は、スナップ効かせて打てば、その倒れはしないんだけど、効くパンチっていうのかな。ジャブでもボンボンってくるって感じ。じわじわその脳にダメージが来るから。あと嫌だよね。その拳の幅がでかいんだよ。だからこれで殴られたら結構狂気ですよ。そうドシンってくる感じ。単純にワドの試合は格闘技として楽しみ、ネタ抜きで。いやあのさ、みんなさ、なんか勘違いしてるけどさ、この企画始まってから俺ファイター目指してるわけじゃないからね。なんか、お前ボクサーじゃねえよとか言われてるけど、いや、俺本業配信者だし、やるからにはガチでやりたいと思ってるだけで、ボクシングで世界チャンピオン目指してるわけでもなければさ、素人同士の殴り合いなのにさ、みんなさ、すげえ熱が入ってるし、なんかフォロワーに格闘家のさ、本当に練習してるやつらばっかり集まってくるからさ、なんかみんな誤解してるよと思って。なんか壮大な誤解をしてるんだけど。びっくりだよね。ただまあ格闘技は見るのも漫画も大好きなんで、まあ出るからにはやっぱり面白い試合したいですね。最近枠覗くためにトレーニング外でしてるから笑った。いやもう本当にだから稼ぎが止まっちゃってさ、今月の目標金額まであといくら？8万円だよ。あと5日で8万稼がないといけないんだよ。頼むよみんな。うちのファンはさ、和道リスナーはさ、全員なんつうんだろう、雑談でね、見たくて集まってる人たちだから。いやボクシングだと花火打つタイミングとかね、作れないから難しいんだよね。配信業がおろそかになってんだよ。須藤元気ファイターとしてあんま好きじゃないんですよ僕、うん、だからあん多分真似はしないと思いますね。僕は好きなファイティングスタイルをずっと動画で見て、で、それを彷彿させるような動きをしたいなと思ってますね。やっぱりね、自分の試合見ることになるから、ああ、いい動きしたなって最後思いたいんで。好きな格闘家は、僕が一番好きなのは、好きなのだからね、なりたいとかじゃなくて、僕はマイク・タイソンがすごい好きなんですよ。で、マイクの動きじゃないんだけど、全然。今教わってるスタイルは。でもそれをゆっくりゆっくり、その、マイク・タイソンはあれボクシングだからできるスタイルだけど、やっぱりマイク・タイソンのジャブとリバーブローは、試合までに覚えたいなぁなんて思ってるけどね。うん。参考になる動画見つけた、送ろうか。今は見ないけどね。
タイソンやばい。ヘビー級であの速さはありえない。そうっすね。かっこいいっすね。タイソンかっこいいんで。おい、リュウさんから花火いただきました。ありがとうございます。おお、花火10個ありがとう。花火10個ありがとうございます。リュウさん、タイソンかっこいいっすね。いや、ピーカブーにしないといけないんだけど、蹴りがあるから。そうなんだよ。あれ、ボクシングだからできるスタイルだからさ。すごいね。じゃあ、さっき8から、10発と、あと誰かから11発もらったんで、21発です、現在。先にやっちゃおうか、筋トレ。ありがとう、リュウさん、いつもありがとう。すごいね。花火10発は、一撃花火10発って1万円だからね。ありがとう。さっきね、ハッチも送ってくれた。リュウさん、ありがとう。じゃあ、筋トレしますか。リュウさんとハッチさんと、ごめんなさい、もう一発誰かから上がってるんで、その分、トレーニングします。ありがとうございます。こんばんは。お疲れ様、翔さん。お疲れ、トレーニング。ありがとう、頑張ります。応援してました。イベント頑張りますよ。毎日トレーニング枠で申し訳ないです、本当。平日はね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。126回やります。花火ありがとう。和道さんファンです。ありがとう、嬉しいです。応援してもらえると。2発目ハート花火ありがとう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、60万負けた？すごいね。13、14、15、16、17、18、19、20、40回。60万でかいよね。まあ、好きなことに使ってんだからいいんじゃん。勝つためにギャンブルやってるやつなんかアホなんだから。おお、10発花火ありがとうございます。1日から海外行きます。また今日本っすか？今日本っすか？またありがとうございます。連続10発花火ありがとう。すげえな。ありがとうございます。すげえ、20発だぜ。22発連続。借金120万。もうやめるべきだな、それは。人生変わるよ。別にスロットでお金使うのはいいと思うけど、勝てると思ってるんだったらバカだよね。時間もったいない、あと。人生有限だから。息抜きとかだったらいいと思うけど。いきまーす。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、ハート花火ありがとう。16、17、18、19、60。東京出張でこれから新幹線帰ります。無理しないでください。頑張ります。ありがとうございます。まあ、無理はするかな。 無理する、して、僕無理するの結構好きなんで、男は無理しないと自分の壁を越えられないと思ってるんで。特にね、才能がある人だったら努力いらないけど、俺は才能ない人間なんで。すごいね、花火。
そう、才能のない人間は血へど吐いて強くならないといけないと思ってます。雑談にしかり配信にしかりね、何でもそうだと思ってるけど、俺は自分の才能なんてものは信じたこと一回もないね。こんばんは、しんさん。いきます。1、2、3。不器用なんだよ。4、5、6、7、8、9、10、70回。日本来てから余計神経疲れて風邪。マジか。パフェありがとうございます。そうそう、でもその努力は裏切らないから、僕は努力は本当に裏切らないっていうか、そう思ってますね。ただ努力したら勝てるとは思ってないよ。ただ努力した分だけ強くなれるとか前に進める気がする。これは本当に。いきます。1、2、3、4、5、6。ワード2、7、8、9、80回。だからなんだろう、俺努力嫌いなのね。努力しろとかいうやつ大嫌いなの。努力なんて当たり前なんだよね。これ 8.5 ですね。 8.5、 片方 8.5。 風船プレゼントありがとう、ニックさん、ありがとう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、90回。すごいね、祭りだねこれ。バドさんの言葉には共感できてるので本当頑張れます。いやいや、なんか嫌なんですよ、自分が手に入れたいとか自分がこうしたいっていう理想から逃げるやつが大嫌いで、なんでそういう風になりたくないかっていうと、かっこいい先輩いっぱい見てきたんですよ。本当人には恵まれてて、上場企業の社長何人も知ってるし、今ねトップの最前線で起業家も見てきたし、それこそ有名人から世界的なモデルから、ハイハッチワード2ハートありがとう、ハート花火ありがとう、そういう超一流の人間見てきたのに、 その人たちの言葉を裏切りたくないっていうか、その人たちが言う言葉ってすごく重たいんですよ。で、なんかその努力もしない、結果も出さない、勝負もしない人間の言葉は聞きたくないっていうか、俺はそっち側に行きたくないっていう、自分の人生、自分のやりたいことだけやるために生きてきたんだよっていう。逃げないっていうか、なんだろうな、逃げない、いや逃げる時もあるだろうけど、その夢から逃げないよね、自分が描いた理想からは逃げないよね、絶対手に入れるまでやるよね、そう、弱音吐きたくないっていうか、別に吐いてもいいんだけど、その人の夢をバカにする人間とか努力を笑う人間になりたくなくて、自分の周りになんか頑張ってる人とか、頑張ってるなんか当たり前だけど、努力なんて当たり前だけど、キラキラしてる人たちを周りに置きたいんですよね。やっぱ自分も輝きたいし。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、100回。180回か、184、まあとりあえずあと80やってから発数考えよう。もっくんありがとう、もっくん花火ありがとう、頑張るよ、頑張るよ、ありがとうみんな。自分しかないじゃん、自分のパフォーマンスとか自分のやりたいことを達成するのは人のせいじゃなくて自分だと思ってるのね、だからなんか人の生き方にコミットするんじゃなくて、自分の生き方をどうするのかを考えてますね僕は。
いや、ブレないっつうか、もうそれはガキの頃からだね。うん、昔はそうでもなかったんだけど、周りにいたやっぱすげえかっこいいやつがそうだったんだよね。うん、毎日毎日努力してんだよね、かっこいいやつって。でそれが当たり前だっつってんだよ。だから強くなりてんだもん。俺強くなるためにやってんだよって。そう、いろんな強さがあると思うの。それは腕力を上げる強さじゃなくて勉強でもそうだし、美容師になりたいとかミュージシャンになりたいとか何でもそうなんだよ。俺の同級生に中村当たるって言ってソニーと契約した紅白歌手がいるんだけど、同い年で地元一緒なんだよ、隣の中学で。中村当たるなんか成田の駅前になんか誰もいないんだよ。新宿と違うの、誰もいないのに毎晩毎晩ストリートライブやってたんだよ。そうだから周りのミュージシャンなんて言ってたかって言ったら、当たるがプロになったって言ったらみんな当たり前じゃんって言ってたよ。あんな誰も観客もいないのにずっと歌い続けてたんだからって。だから当たるのことバカにするやついなかったの。うん、またありがとうございます、リュウさん。またぜひぜひ落ち着いたら遊びに来てください。大好きです。ありがとう。行きまーす。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、120。いえいえ、失礼なんてとんでもない。ありがとうございます、いつも応援していただいて本当感謝してます。雑談もうちょい待ってね。夢がない人は人の夢にすがった方がいいとか言う人いるよね。俺はそう思うよ、全く同じ風に思う。うん、人のやりたいこととかに黙って言うこと聞いてればいいわけだ。うん、ただ人に夢のあるやつをバカにする権利なんかないけどね。いきまーす。5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、140。俺は自分がかっこいいと思った人の言葉しか聞かないね。かっこ悪いやつの言葉は俺には届かない。いきまーす。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、150。僕の対戦相手便所太郎さんじゃないですよ。便所太郎さん戦わないですよ。あんなでっかいゴリラみたいな殺されちゃうよ。
頑張るよ。まあまあ、俺の生き様見てさ、どっちがいいか選べばいいと思ってるの、若い子には。そう、時間かかるから夢叶えるのには。だから俺の3年半とか4年間とか、まだまだ達成できてない部分あるから、10年ぐらい俺のこと見てろって。おっさんでも頑張ったら何でもできるっていうのを見せてやんだよ。俺、テルチャンピン。いきまーす。よし。2、3、4、5、6、7、8、9、160。10年後にはオイラこの世にいません。なんで？そんなこと言ったら俺が明日生きてる保証もないよ。みんなそうだよ。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、170。ニコシティさん、いらっしゃい。勝つか負けるかは分からん。勝つか負けるかは分からないけど、それは神様が決めることだけど、俺は日々の練習に負けたくないですね。勝つか負けるかは俺が決めることじゃない。俺が決めてんのは相手を殺すっていうこと。2時間の練習の後の筋トレだからね、ちなみに。しかも俺これ筋トレだと思ってないから、俺はこれ配信の罰ゲームだと思ってるから。デデーン、ワード、アウトだと思ってるから。デデーン、ワード、ダンベル。そう、いや、ほどほどにやってたら強くなんないですよ。ほどほどに強くなるだけですから。本当に強くなりたかったらね、本当に強い動きしないと。いきまーす。1、2、3。大先輩だ。59、4、5、親父より年上。6、7、8、9、10、180。はあ、59、全然生きれるっしょ。俺の親父50いくつだ。55は超えてるんで。あ、59、タメかな。親父とタメかもしんないですね。うん、俺の親父とタメぐらいかな。親父いくつになんだもん。うん、いきまーす。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、190。あー、昭和何年生まれか分かんないですね、親父。多分でも同い年くらいですよ。僕が今32なんで。こんばんは、ゆいさん、楽しんでってください。いきます。はじめまして、トミさん、いらっしゃい。いやいや、頑張ってるわけじゃないのよ。応援してくれるの嬉しいけど、強要はしてないから。俺がただ勝ちたいだけなんです。あのあれだよ、普通に、あ、32歳のおっさんが頑張ってるな、面白いなでいいんだから。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、200。ありがとう、エビセンさん。ユイさんも風船ありがとう。ありがとうね、みんな。アイテム200までいったから、30、36、18、180、6、5、6、6、36回だから、あと26回やります。
あと26回やります。いきます。26回じゃないな、ちょっと待って、6636だからあと16回だ、ごめんね、一気にいくよ、16回いきます。6636、うん、1 2 3 4 5 6 7 8 9、あー10、あと6回はもう一回別にするわ、ごめん。あと6回、あと6回。風船ありがとう、ゴルゴありがとね、いつも。いきます、あと6回。1 2 3 4 5 6、ありがとうございます、お待たせしました、雑談続けます。花火くれたハッチ、それからちょっと待ってね、花火くれたさっきハッチと、一発誰か分かんない、ごめんね、ハッチさん、ニックさん、エビセンさん、ユイさん、ゴルゴさん、アイテムくれたのね、ハッチ、それからリュウさん、リュウさん、モックンさん、ありがとうございます、アイテムたくさんありがとう。これ 8.5、 あーきつい、 8.5 でもさ216回連続だぜ、きついよ。風船ありがとう。よいしょ。いやーきついなマジで、パンパン、腕がパンパンです。よいしょ。新しいフォロワーさん紹介します。トミさん、トミちゃんさん、フォローありがとう。何の話だっけ、忘れちゃったよ、何の話だ。あやかもね、ハートたくさんありがとう。コーヒー飲みてえな。腕太くなったかな、どう変わった、今こんな感じですね、腕は。頑張ってますね。ゆうりさんありがとう、風船10個ありがとう。変わった、これで青山を倒しますよ。太くなった、みんなが言うんだったら太くなったんだろうな。普通ね、リスナーさんってこんなの太くなってねえよとか言うからね。なった、なんかヒカルくんがびっくりしてたね、ガタイが変わったって言って、久しぶりに会ってガタイが全然違うって言われた。1ヶ月前32センチだった。のんたん、のんたん寝た、のんたん寝たわ、測ってもらおうと思ったけど、何センチだろうね。まあ腕が太くなったら強くなるんだったらいいけど、腕周りがさ太くなっても別に強くなったわけじゃないっていうのはよく分かったから、ドレさんが教えてくれたからね、スピードだよって。破壊力イコール、体重かけるスピードかけるパワー、うん、スピードスピードでしょ。デンプシーロールどうだった、デンプシーロール、フィニッシュブロー決めたよ、デンプシーロール。会場もなんか沸きそうな気がするから、なんかやっぱ配信者だから沸かせる動きやりたいなと思ってて、でデンプシーロールに決めた、フィニッシュブローは。あのコーナー際まで追い込んだらね、見てくれた、みんな。デンプシーロール、小銭今ここにいっぱいある、貯金、小銭貯金やってんだけど、
デンプシーロール見た？みんな。コーナー際まで、もし追い込んでチャンスが来たらこれやります。これ、 YouTube に動画載ってるから見てみてね。これですね、フィニッシュブローは。これでいこうと思います。青山をこれでボッコボコにします。 左右のフックの連打なんだけど、ただのシフトウェイとしてこれでぶん殴ります。青山ビビってたよ、もう練習すんなって、ガチで練習すんのやめろって、本当に死ぬかもしんねえってビビってたよ。明日はドレさんと戦いだからな。耐えれるかな、ドレさんのパンチ。なんか食べない。一応ね、トレーニングの前にすき家食ったから腹には入ってるんだけど、やっぱ運動した後だから腹減りますね、ヒロキングさん。なんか食おうかね。ニンニクは毎日、俺ニンニク大好きだから、ニンニクはよく食べてますね。常習的に食べてます。ばあちゃんが言ってた、ニンニクは本当に体にいいし、医学的に調べたら抗がん作用が一番ある野菜ってニンニクらしいんですよ。で、ばあちゃんは野菜炒めでも何でもニンニク入れるから。うちはだから体大怪我したこと俺生まれて一回もないんですよね。骨折とか、まあ細かいのはあるけど、病院行ったりしなかったけど、あ、折れてたんだと思って。うちは強いっすね、体は。やる気満々。やっぱ怖いからね。まあなんか最初だんだんさ、練習で強くなっていってさ、和道の方が有利とか言われてるけど、今ね。だってもともとさ、俺なんかニートでさ、全然体も鍛えたこともなければ、スポーツもしたこともなくて、ね、1分間パンチも打てなかったわけよ。で、青山の方が絶対勝つって言われてたわけよ。相手は24歳かな？で、スポーツマンでしょ？勝てるわけないって言われてたんだもん。悔しいじゃん。俺はひっくり返したいの。常識を覆したいのよ。みんなが無理だっていうことをやってやるっていうさ、俺にはできるっていう。真面目っていうかさ、だから器用じゃないんだよ。器用だったらさ、別に、なんつうの。ねえ、人気も出るだろうし。俺はさ、器用なタイプじゃないから。何かね、突出したものを持ってるわけじゃないし。何かを極めたこともないし。器用貧乏だからさ、不器用なんですよ。だからまあね、これだけの大舞台を用意してもらったんだから、観客は金払ってきてるわけですよ。俺だってさ、生活保護の頃だったら5000円だったら会場行きたくても行けないわけだよ。俺は5000円の価値分かってるから。5000円稼ぐのにみんな必死になってるんだよ。それで来てくれた人がさ、5000円以上の価値が和道の試合にあったっつったらさ、嬉しいでしょ？
300人の5000円に鍛えたい、応えたいんですよ、僕は。みんなが必死になって、みんながね、息抜きに来てるわけじゃん。エンターテインメントだから。だからね、それでいい試合したらファンになってもらえるし、俺も可能性が広がると思ってるからさ、配信者としてまだまだ上に行きたいから。で、俺は結構今年は鍵だと思ってるの。自分の人生を根本的に変える鍵は俺は今年だと思ってるから。やれることはやりたいんだよね。ああ、風船ありがとうございます。不器用だけどまっすぐ行きたいですね。別に世界最強を目指してるわけじゃないけどさ。ねえ、32歳が24歳に勝ったら面白いじゃん。面白くない？ 34歳のスポーツマンを、24歳のスポーツマンを32歳のね、運動音痴がぶっ倒したら面白いじゃん。僕が見たいのはそれなんで。誰もやらないんなら俺がやるっていう。だから金梅さんが肝硬変でどうのこうのっていう話もあるけど、俺は別に金梅さんは配信者としても成功してるんだから、出たくねえんだったら出なきゃいいと思ってんの。他の若手にチャンス渡しちゃいいじゃん。やる気のあるやつに出た方が会場は盛り上がりますよ。なんかかわいそうとか言う人もいるけど、ね。普段飲んでるのは金梅さんなんだからさ。全部自業自得だと思ってるの、俺は。すべての人生、言い訳なんかできないと思ってて。酔っ払い顔初めて見ました。俺酒飲んでないっすよ。俺酒やめたんで。俺酔っ払ってないっすよ、今。シラフです。涙目な顔赤い？そう？俺水飲んでんだよ。俺もう酒はやめた。酒飲んでもいいことないから。配信者いつ死ぬかわからんな。そうだね。まあ、配信者っつうか人間なんていつ死ぬかわかんないんだよ。最近さ、ゲーム配信者でアメリカかどっか、外人さん、白人さんで大手の人が死んだんだよ。ゲーム実況中に死んじゃったの。30何歳で。32とか？俺ためぐらいかな。もう伝説級のなんか人なんだって。海外では。生放送中にゲーム配信の企画で24時間配信、それ10時間ぐらいで死んじゃったんだって。なつさんこんばんは。原因は分かってないんだけど、なんかタバコ吸いに行くわって画面からフレームアウトして、ずーっと配信が止まらなかったんだって。で、そのゲームのパートナーが通報したら、警察官がコメント打ってきて、いや、もう死んでるっていう。和骨イベント不安材料がまた増えたね。あのね、青じいらっしゃい。俺はイベンターじゃないから、いつも言うんだけど、俺になんかいろいろ金梅のことどう思うか言われても知らんと。やる気がないんなら出るなっていう。それは多分、便所太郎さんは不安だと思うけど、俺は全然、俺はただの選手なんで、別に不安なんて一つもないし、やる気がないんだったら出なきゃいいと思ってるんで。ベストのコンディションで立てないんだったらさ、それは別に体を作れとか練習しろっていうわけじゃなくて、観客が喜べない体調を作れないんだったら、興行に出る
人じゃないと思ってますね。僕には全く関係ないです。で、僕は別に金梅さんが入院しても当たり前でしょうぐらいにしか思ってないんで、あんだけ酒飲んでたら。心配ですよ、もちろん。金梅さんのことは。尊敬もしてますし。だけど、何を今更騒いでるんだ、みたいな。はい、ワード2。別に、そんなこと知ったこっちゃないですよ、僕は。金梅さんが入院しようが何しようが。自分の人生生きてるのに必死なんで。そう、知ったことじゃないです。尊敬もしてるし、友人としては心配だよ。別に金梅さんの人生俺が責任持てるわけじゃないし、金梅さん好きで酒飲んでんだから本望でしょ。こっから酒飲みの醍醐味だよ。飲め飲め。こっから酒飲みの醍醐味だよ、ドクターストップかかってさらに飲まないと。ついてきた？そう、今こんな感じですね、横から見るとね。こんな感じですね。本当はね、上半身裸で見せてあげたいけどね、バンになっちゃうからさ。そうですね、格闘技のイベントに出るんですよ。第4試合に出ます。6月の10日。会場、一般席は5000円なんで、興味ある人は、見に来てください。声かけてもらったら、嬉しいですね。格闘技の試合出るよ。東京のね、新木場ファーストって言って300人ぐらい入るところでやります。そうですね。6月なんでまだ練習みっちりできますね。新木場ファーストですね。いや、チケットノルマはないし、多分俺は売り切れると勝手に予想してますね。俺のリスナーさんでももう10人ぐらい行くって言ってるから、石川のりゆきとか、金梅さんとか、便所太郎とか、メンツを考えたら300は売れるだろうなと思ってる。まあ出るか出ないかはまあ本人が決めることなんで、まあやる気がないんだったら出るなっていうのが僕の考えですね。大手はね、ナーボー TJ、ナーボー TJ、桃エリー、便所太郎、金梅、3倍目光る、ポンスケ、あと誰だ？その辺か？有名どころは。その辺かな。結構豪華だよね。新役者も来るか。あと芸能人も、ちょっと言えないですけど、芸能人かなり観客席に集まる感じですね。桃襟さん女だよ。あと、里見さんもいるか。里見さんも出るか。のりゆきのところはほとんど来ないと思うぞ。足軽はのりゆきメインじゃないの。ああ、まあ、それはあるだろうね。でも、じゃあ、足軽が来るってわけじゃなくて、その、のりゆきさんが会えるならって、他のリスナーさんの、なんつうの、便所太郎さん一人なら見に行こうじゃなくて、あ、のりゆきさんも会えるんだってプラスになるかなって意味ね。レディースファイトあるん。さとみさん、要はなんか、太ってる160キロの女の人とさとみさんが戦うらしくて、それスモールールで戦うっていう。ズキティって人だっけ？ 160 キロの女の子。とさとみさんが相撲で対決するね。あとシークレットファイトもありますね。面白いと思うよ。5000円じゃ安すぎると思うよ。
まあ、俺は売り切れるだろうなっていう予想。メディアも入るし、うん、テレビ呼ぶ気満々だったよ。ユイガさんはね、乱入できないようにもうガチガチに組まれてるから大丈夫。ボディーガードも数人、そのもうガチのボディーガード、本当の警備員みたいなガチガチのボディーガードも何人か配置するから、ユイガさんは来れません会場に。こんばんは元さん。そりゃそうでしょ、こんだけふざけたことやってんだから相手にされるわけないじゃん。みんな笑ってるよ。結婚籍は入れてないですけど、内縁の妻みたいな人はいますね。奥さんいますよ。ニコ生以来、ああ、ありがとうございます。ぜひ、フォローしてくれると嬉しいです。よろしくお願いします。腕相撲じゃないよ。相撲だよ。腕相撲じゃないよ。相撲。多分ね、一番盛り上がるのそこじゃないかってみんな言ってるね。さとみさんとズキティの相撲が多分一番盛り上がるんじゃないかなっていう、みんなの予想は。ぬるぬるローション。いやでもね、一番怪我する可能性があるのもそこだと思ってて、女の人が鍛えるわけじゃないじゃん。でしょ？だから多分骨折とかするんじゃないかとか、ちょっと懸念でみんなで話し合ってたね。前回の飲み会で。怪我しそうだよねっていう、素人同士は。全員素人なんだけど、ほら、便所太郎さんとドレさんは格闘家だからさ。相撲相撲。ぬるぬるローション相撲なのかな？次の試合の人戦えないからそれはやんないでしょ。あ、もちろん配信しますよ。僕は配信者なんで、ファイターじゃないですから。うん。仏教の話とかやってますよ。質問があればね。宗教の話とかアニメの話とか全然やってますよ。ただね、最近は、大会が決まったから俺が練習ばっかりやってるからね。なかなかそういう雑談ができてなくてね、みんな悲しんでる。和道ファンは。もう雑談配信者じゃないって言われてるから。お疲れい。おー、リュウリュウさん。風船ありがとう。あいつらって誰？ぬるぬる試合嫌だ、うん。でもみんなスポンサーつけてるよね。ムエタイ修行とかさ、絶対スポンサーさんがガチガチじゃん。羨ましいよね。みんな準備資金豊富で、俺みたいなさ、俺もでも支援もらってさ、グローブとか買えてるからまだね、恵まれてる方だけどさ、配信ってめちゃめちゃ金かかるんだよ。ジム行ったりトレーニングしたりも。だけど全部自腹の人とかもいるからね。そうなの？グアムで旅行でしょ、それただのスポンサーが金出す。羨ましいな。俺も旅行行きてえな。旅配信するけど、それは旅だから、普通に旅行連れてってもらいたいね、誰かと、うん。まあでもね、3年8ヶ月目に掴んだでっかいチャンスだから、ふわっち来てから人生変わったから、俺も大手になるよ。手稽古ね、例えば、配信の許可もらったり、やっぱりその、配信回しながら練習したいじゃないですか。せっかくだから、サンドバッグとか蹴ったり。そこで許可もらったところは、2時間で3500円。だから10回、例えば通ったら3万5000円かかるんですよ。ねえ、
俺生活保護抜けたばっかりだし、これから旅配信するからお金も貯めないといけなくて、企画やるのに。で、機材も壊れてきてるから、ウェブカメラも新しいの買わないといけないし、1個壊れちゃったから。あとバッテリー買ったりとかさ、高いよ。新宿だぜ、ここ。だから金ない中でできることやんないと。みんなさ、スパーリングやれよとか強くなんねえよとかさ、簡単に言うけどさ、じゃあスパーの相手どうやって用意すんだとかさ、何も考えないで言ってんだよね。マジで？出稽古代出してくれんの？マジっすか？超ありがたいんすけど。マジで言ってんの？贅沢人。すげえ助かる、それ。それ、もう全部、あれだよ。トレーニング代に使わせてもらうよ、本当に。超助かるんだけど。もし、本当に出してもらえるんなら。それは会場で返すからさ。会場沸かせますよ。あ、そうなんだ。マジで助かるんだけど。リターンないよ。リターンある、あ、まあ、あるっつっても、あれだもんな、便所さんとかつながってるから、今一応、その個人的な支援してくれた人にはさ、ポスターもらえるっていうから、タダで。ワド、ポスターただでくんないっすかって便所さんに言ったら、宣伝になるならいいよっつったから、それサイン書いてみんなにね、お世話になった人に配ろうかなとか思ったりしてる。その金がかかんない中で、できるだけ喜んでもらえる人にはそういうことしたいなと思ってて。動くのも金かかるよ。なんか、みんなね、その配信は、ただで、まあ、ただで遊んでるだけの人もいるけど、本格的に企画組む。だって、便所さんなんか190万だよ、今回。俺180万って言ったじゃん、配信で。おそらくこれ全部金か飛ぶの、180は飛ぶって言ってたけど、便所さんの木さんの190って言われた。電卓叩いて。で、それガチでかかるんだよ。だから、便所さんに手元に金残んねえんだよ、今回の企画。成功したらだよ。マックスに売り上げて300席の5000円だから150万でしょ？で、スポンサー席とか作る意味がよくわかるでしょ？ SS 席とか。それでフルに売り上げても200いくかいかないかなんだよ。つまり失敗して客が入らなかったら便所さん自腹だよ、これ。で、チケットノルマとかもないんだよ、俺らには。超助かるよ。まあでもその分株が上がるし、なんつうの、この企画成功したら第2回とかできるようになっていくから、便所さんは俺は大成功すると思ってる。今回の動きに関しては。もう配信者として一皮も二皮も抜けるような配信者になると思ってて、この男気ね。だってこの前飲み会やったじゃん。配信はしなかったけど。便所太郎、ポンスケ、ワド、ドレさん、ヒカルくん。あと誰いた？もう一人。金梅さんか、金梅さん6人、あとリスナーさん2人いたんだけど、飲み代も全部出してたよ、数万円。試合で返してくれって、ここ全部俺出すよって。全部席、グッズ、飲み物が大量に売れ、そうっすね。それでトントンっていうか、多分ね、それをフルに活用して、だから俺らのグッズとかもパーセンテージ取っていいと思うんだよ。それもないの。ワドのグッズは全部ワドの売り上げで全部カウントしていいよって言ってくれてんのよ。だからほんとね、便所さんはうまくいってトントンだと思う。で、手元に5万か10万残ればいいなじゃん。ほんとだよ。で、俺は5万残らないと踏んでる。会場1時間延長するのに30万とかかかんだよ。だから、もし、ね、会場カンパケずれたりしたらアウトだから。予算やばいよね。それに愚痴ってるユイがクソダセえよな、ほんと。誰がお前会場用意しろとか言ったんだよ、この野郎とか言って。バカでしょ？ユイがクソダセえ、ほんと。感謝してもいいぐらいだよね、本当に。こんなすげえ会場用意してくれてありがとうっていうところをさ、約束破って。
何文句言ってんだろうね。だからね、結局ね、欲に負けた人間はダメなんだよ。小銭とかでキャーキャー言ってるやつダメ。わからない。そう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 。要は自分のスケールの小ささを見せちゃったんだよ。俺ほら、まあ俺はさ、店舗運営やったことあったりとか、ライブハウスやったりとか、なんつうの、少なくともビジネスとか個人事業に携わってるからもうパッてわかるのよ。俺180って踏んでたけど、190だったけど、まあ結構いい線いってたでしょ。多分ね、会場代が70万なんだよ。会場がね、多分70。ゆいがダメだよ。まあまあっていうか、ヘタレだよ。マウスピースもあれだな。試合用に新しくしないとダメだ。噛みすぎてて穴開いてる。そりゃそうでしょ。ただじゃないよ。だから5000円って、本当に安いチケットなんだよ。あんだけの会場を用意して。プラマイゼロで、なんかすげえことやってんだよ、便所さんは。でもそんな優雅に凸して屁こらしてたワド。いや、もちろん尊敬してたから。キャンセルするまでは。別に尊敬してたよ、配信者として。だからこの前、デントツで怒ったわけじゃん。ふざけんな、この野郎って。で、てめえ、今から家に乗り込むよ。とかかってこいよって。ぶっ殺してやるよって言ったじゃん。いいよ、てめえ、俺が便所さんの仇取ってやるよっつって大揉めしたでしょ。結局来なかったじゃん。ドクターも用意するし、SP も用意するし、リングアナプロだよ。リングアナプロだよ。で、出演者にもギャラ払うっつってんだから。で、メダルとか用意すんだよ。トロフィーとか。トロフィーは用意しないけど。どうなんだろうね。わかんないけど。俺は、ユイガさんの周りにいる人はユイガさんしちゃってるから、それはいいことだと思ってるから。それは、ね、素晴らしい人望があることだから、その人たちに対してディスはしない。ただ、ユイガっていう男気、今回のことに関する男気は全くないと思ってて、俺は絶望したよね。エフェリーやばいっすね。名前僕からは言えないっすけど。39。金梅さんと同い年ぐらいかな。俺32っすよ。小僧っすよ。あ、ゆいがさんと変わんないってことか。まあ年齢関係ないっすよ。やっていいことと悪いことがあって、明らかに悪いことやったと思ってるんで。それは配信者だから言われてしょうがないと思う。あ、ためなんだ。今年32、これは。まあだから結局主催側に回りたかったんじゃん。なんか香川万博の時の話とか聞かせてもらったけど、なんか香川万博なんだから香川さんの配信だけに統一すべきなのを、ゆいがさんが一人でごねたんだって。俺も配信回さねえなら出ねえとか言い始めて。いや、空気読めないでしょ。俺がってやりたいんだよ。俺すげえだろうって。みんなが配信許可出ない中で俺だけは回してもらって特別だろうってやりたいんでしょ。まあ面白いからね、そこは好きだよ俺も。ただ、その関わってる人間に迷惑かけるのは俺はないと思ってるから、リスナー目線では見れないね。そう、俺がだから周りから人がいなくなる。
ただ配信者としては全然俺負けてるから、そこではね、グーの音も出ないですよ、レジェンドだから。だから俺は別に配信者としてディスってないよ。人としてディスってるんですよ。余命宣告されてもおかしくないって言ってた。余命宣告されてもおかしくない飲み方してるからね。まあ、そりゃそうだろうって感じだね、俺は。何を今さら、何を今さらだよ。酒飲んでないのにアルコール臭い人、アル中だもんね。アル中だもん。生粋の。よくそれで、そうならなかったのに気づかない。だから本人わかんなかったんだろうね。本人は大丈夫だと思ってたのがすごいよね。俺はもう全然、あれだよ。まあ、いつか死ぬだろうなっていうか、寿命この人短いだろうなって思ってたよ。シャンマンもまあ、ほら、だから、老け顔じゃん。老化が早いじゃん。本人は気づかないもんなんだよ。あと、オフレコで話してる時の飲み会の話がすげえ面白くて、ゲルゲがまた太ったっていう話だけど、ちゃんまんといると痩せるんだよ、つって。シャブだなってみんな言ってたよ。ちゃんまんといるとゲルゲ痩せるだろう、つって。あら、シャブだよね、ってみんな言ってた。俺もそう思う。肝臓を分けてくださいって言ってた。見舞い行こうかな。そうっすね。まあ、だからそれで頭を悩ませるのはやっぱりプロモーターの方の便所太郎さんだと思ってて、正直俺は練習に集中した方がいいと思ってるんで、俺がどうにかできる話じゃないから、できることはやるしかないじゃないですか。セコンドにロハコさん用意するとかで沸かせるとかさ、グッズ用意するとか、あとは面白い試合できるために鍛えることしかできないんで、そこはもう便所太郎さんの俺は信じてるんで、この人ならやってくれるって思ってるんで、便所太郎さんにとことん悩んでもらおうと思ってますね。アルコールは飲み続けるとシャブ中と同じ脳波になる。はあ、まあそうだろうな。いや、酒が好きなんだから酒で死ぬべきだと思うけど、こんなに幸せなことないでしょ。むしろ万歳でしょ。酒で死ねるってアル中の鏡だよ。いや、俺は本気でそう思ってるから。ボクサーはリングの上、レスラーもリングの上死んだらかっこいいでしょ。画家は絵描きながら死んでほしいし、個展開いてるときと。配信者は配信つけてるとき死んだらかっこいいじゃん。アル中はアルコールで死ぬべきだと思うよ。おい、別にそれディスで言ってるわけじゃなくて、本気でそう思ってる。そう。だから俺、アイルトン・セナとかが、ねえ、三沢とかリングで死んで、アイルトン・セナ事故で死んだじゃん。こんなに幸せなことないでしょ、生き方として。ミュージシャンはステージの上でね、死んだらかっこいいし、死に場所って選べないからね、なかなか。それに24時間ずっと携わってないとできないから。俺はだから普通にこのままアルコールを飲み続けて死んでほしいと思ってる、本気で。そしたら伝説になるでしょ。ああ、そうなんだ。リスナー放送見ながら死ぬのか。 それはプロリスナーとして認めるよね。リスナーにはほら、プロとアマチュアがいるから。俺本気でいると思ってんの。プロリスナーっているんですよ。プロリスナーは配信見ながら死んだらプロっすよ。誰も評価しないけどね。バカだなって言われて終わりだけど、バカでいいんですよ。バカは褒め言葉でしょ。
そう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 、はめながら死ぬとか、そういうこと、そういうこと。でもかっこいいと思うよ。うん、これは本気で言ってるから。俺と飲む。すごいよね。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさんが、ゆきちアット佐藤組さん、フォローありがとう。伝説の配信期待してます。いや、わかんないよ。俺がぶっ殺される可能性の方が高いと思ってるから、俺がぶっ殺される可能性の方が高いんだよ。でしょ？リングの上で死んだらかっこいいじゃん。配信回ってる時に。でも俺は死にたくないから相手を殺そうとしてるだけだから。わかんないよ。打ちどころ悪かったら。親父がプロの格闘家だったから、パンチドラッカーの人とか見てるけど、ずーっとこうなってる人とかいたんだよ。こうやってないとまっすぐ見えない人とか。こういう喋り方になってね。あるよ。素人のパンチほど怖いもんないんだから。勝てるってかどうかっていうのは、俺は相手に失礼だから絶対勝てるなんて言わない。俺がただ決めてるのは相手を殺すっていうこと。リングで。勝つか負けるかわかんない。俺は殺す。俺侍が好きだから。リングの上であったら殺す。1かワード2。ユイがどんな死に方が似合うでしょう。まあやっぱリスナーに刺されるのが一番いいよね。アンチリスナーに刺されるっていうのが一番かっこいい。ユイガさんらしいと思うよ。コーチャンさん、フォローありがとありがとう。もう24時間ずっとさ、パンチのこととか試合のこととか考えてるから、息抜き姿勢は夢にまで試合出てくるし、プライベートの時間ずっとさ、初めの一歩見たりとかさ、畠山との試合見たり、ボクサーの試合ばっかり見てる、K1 とか。ずーっと試合の。もうほんと俺何がしたいんだろうと思って。だから喋り変わってるでしょ、アドレナリン出てるから。言葉が追いついてこないんだよ。言葉が追いついてこない。実はどうした？もうなんつうの、発言の内容とかもちょっと血走ってるっていうか、どん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 強くなってくんだよね。その気持ちがね、それを抑えないといけないんだよね、配信者としては。もっと力抜いてね、ああっつって勝てんだらとかやってないとダメなんだけど、それができないんですよ。長いね、6月まで。練習には感心した。いや、これから風呂行きますね。45分後に風呂行きますね。
風呂の中でストレッチをします。脱税するやつはこれ以上増えなければいい。え、離脱か。 ごめんごめん、離脱か。いや、俺はだからやる気のないやつはリングに上がらなくていいと思ってる。やる気のないやつはリングに上がらなくていいと思ってる。やる気のあるやつ、相手を殺す覚悟があるやつだけリングに上がればいいと本気で思ってる。だって練習してて分かるもん。例えばドレさんと試合組んだら俺死ぬよ。でしょ？俺ドレさんと練習して、ドレさんは流しでやってるじゃん。シュッシュって流してやってるんだよ。便所太郎さんも流してシュッシュってできるんだよ。それ見て、ああ、この人と向き合ったら俺は死ぬんだっていうのが分かるの。手加減してくれるから殺されないだけであって、本当のプロのファイターとかだったら死ぬんですよ、本当に。はい、ワード2。飲んだら寝てるね、後ろで。高光のことたまに見てたよ。これで分かるかな？ありがとう。俺、少林寺空手やってきましたから、アドバイスはします。今のところトレーニングしてんの、ワド、青山、ドレ、便所、光るぐらい。いや、わからん。正直、全然放送見れてない。仕事行って、帰ってきて、トレーニング、配信トレーニングして、で、帰ってきたら、まあ、青山の動画とか見て、どんな練習してんのかとか、あと1時間ぐらい、その風呂使ってストレッチして、で、自分のタイムシフトのパンチの甘さを見て、1時間ぐらい自分のタイムシフト見て、あ、ここが違うとか、このパンチだとか。で、そっからマイク・タイソンとかの動画見て、で、1時間ストレッチして寝るんだよ。俺には今時間がないんだよ。本当は配信で稼ぎてんだよ。目標金額いかないんだよ、このままじゃ。だけど、それを試合で取り返すと。ここで一皮むけて、ファン増やして、ワドいいじゃんって。不器用かもしんないし、まっすぐすぎて発言がトゲあるかもしんないけど、こいつやるときやるじゃんって。俺嫌いじゃねえわって言わせたいのよ。知らない。金梅さんのことは金梅さんに聞いて。俺は金梅じゃねえから。で、誰がトレーニングしてるかなんか、別に練習なんかしなくてもう勝つやつは勝つと思ってんの。強いやつは勝つんだよ。弱いから練習するんだろ。俺は弱いから。そう、俺働いてるよ。でも4時間だけどね。そう、俺はもっと配信ぶん回したいしさ、もっともっとトレーニング、時間の使い方が下手なんだよ。だから、自分のね、そこは自分の甘さだから。仕事の休憩中もシャドウやってるよ、俺。その自分のパンチが納得いかないから。にっくんバーガーありがとね。昭和53年生まれ、1月生まれ。なるほどね。金梅さん入院したね。カラオケ行こうかな。みんなアホが好きなんだ。みんなアホが好きだから見てんでしょ。狂ったアホ見たくて見てんだろ。全員アホだから、登場人物。カラオケ行く？カラオケ配信やる？のんたん行きたいんだけど。あ、お風呂か。お風呂、お風呂、
お風呂行ってカラオケ行こうかな。カラオケ行く？カラオケ好きなの？カラオケ配信かそるけどね。そうだよ、みんなアホだよ。愛すべきアホたちだから。俺のリスナーにアホじゃないやつなんかいらないよ。クレイジーって言われようよ。お風呂からのカラオケ。付き合ってくれるんなら。ただまあ明日ね、ドレさんとの練習があるから、限られた時間でやっぱ強くなるチャンスだから、あとストレート打てるようになったかどうかっていうのが俺の課題だから。1週間前のさ、動き見てみようか。トレーニング始めて絶対ワドを負けるって言われてた動き見ようか。1週間前の動画見てみない？ちょっと。どんなヘボだったのか。最近はさ、ワドを勝つなって言われるようになったけど、どれくらいヘボだったんだろう。10日前。試合決まって練習始めたのいつからだ？マウスピース作る配信からだから。どうだろう。バンドメンバー募集。重大発表。この辺練習してないか。この辺じゃないな。見ようか。前の動画、タイムシフト。あ、バンド配信だ。バンド配信の後だから、初日の練習の動き見てみようぜ。初日のパンチ。違うんだよ。休みがないんだよ。土日しか。ドレさんは、昼間だから大丈夫だよ、全然。これだね。喧嘩商売。クローズワースト。北斗の拳。全然シャドウやってる絵が出てこないね。そうだね。ああ、構えができてないね。構えができてないね、全く。タバコ吸ってばっかりじゃねえかよ。全然練習してないじゃん、初日。ずっと休んでるだけじゃねえかよ、カメラの前で。あ、ダメだ、練習になってないわ。もう練習になってないよ、これ。それは負けるって言われるわ。全然ダメだわ。練習してないわ、初日。話になんなかったわ。はい。ダメだ、遊んでたわ。こっから始まったんだけどね。まあね、打たれ慣れしたいよ。打たれ慣れ、怪我しないぐらいに打たれ、だから明日な、それ。ヘッドギアと全部持ってこいって言われたから。正直言うよ、超ブルってるから。ヘッドギア持ってこいの意味わかる？ワード、グローブとヘッドギアもう届いたかって言われたの。LINE で。届きました。じゃあ全部持ってきてって言われたの。喧嘩の経験？喧嘩と格闘技違うからあれだけど、まあ、男の子、普通の男の子ぐらいの小競り合いぐらいですよ。で、半分負けて半分勝ったみたいな。かなり変化っていうか、まあ、遊んでるだけだよね、こんなの。明日は盛り上がるな。しかも明日は、匠さんが気遣ってくれて、前回カメラアングル、リスナーに全然伝わってなかったから、俺カメラマンやってあげるよって言ってくれて。で、ドレさんにも許可取ったから。匠さんがカメラ、ちゃんと動かして近づいたり離れたりしてくれて。そうだね、撃たれる恐怖。っていうか、痛えかんな。単純に。単純に痛えんだよ。そう。しかも相手ヘビー級だよ。ゴルゴー、風船ありがとう。明日昼間やるんで、昼間の3時からかな。俺はその前に失礼のないように、はい、30分前に入ってランニングからやっとくけど。
風船ありがとう。20分ぐらいまた走ってから練習に入ろうと思ってる。ストレッチとかもったいないじゃん、時間が。だから2時間ぐらい時間もらおうと思ってるね。あれは1ヶ月間ぐらい本当にバチバチに殴り合っておかないと、素人がいきなりパンチもらうと本当にボディとか一発で倒れるぐらいなのよ。本当だよこれ。素人ってボディバーンってプロボクサーにやれたら本当に倒れるよ。うん、そうそう、組手ですよね。まあ、空手はやったことあるんで、段とか持ってないんですけど、ほんと習い事ぐらいであるんで、それで分かってる感じです。高村さんのパンチより全然痛くない、いけるってセリフ？ああ、いや、まあ、そのレベルだね。俺はだから、そこは安心感があるし、恵まれてると思ってて、俺はドレさんと練習したら絶対負けないと思ったの。頭の中でどの人に声かけようかって、いろんな人に声かけたら八方美人で嫌だから、だから、俺の中で想像してる、知ってる人の中で一番強いやつ誰だと思ったら、ドレさん。俺ね、実を言うと、ドレさん格闘技経験あるかどうか知らなかったの。ただ、体格を見て、明らかに正中線整ったこういう話し方してるから、あ、この人ファイターだっていうのは見抜いてたのよ、前から。あ、だから、知らなくて、全く知らないけど、強いって分かったから、ドレさんに声かけたの。で、その、LINE とのやりとりの中でとかで、格闘技経験実は俺20年だよって教えてくれて。うん。で、ああ、この人で間違いなかったと思ってる。で、はっきり言って、ドレさんのパンチとか、ドレさんの蹴りとかを受けてたら、正直、テルチャンピンなんかヘでもねえわけよ。うん。ドレさんはね、身長180の、体重100、体重85キロ。で、スパーリングとかしてる感じかな。スパーリングっていうか、まあ、格闘家だよね。毎日毎日練習してるっていう。で、組技、なんだって。そうだよ。めちゃめちゃでかいよ。マジっすよ。だって、写真撮ったのツイッター見てごらんよ。俺のツイッター見てごらん。ドレさんとの写真あるけど、うん。この写真見てもらって何がやばいかっていうと、ドレさんの身長がまずとんでもなくでかいんですよ。わかる？俺のツイッター見てね、これ。ヒカルくんと俺同じぐらいじゃん。まあ、まあ若干でかいけどね。で、何がすごいかっていうと、金梅さんの顔のでかさ。これ見て。金梅さんの顔のでかさがドレさんの身長とか体格を超えてるんだよ。見て。俺ね、これね、多分カメラマンがね、多分フォトショーで加工したと思うんだけど、本当は三頭身だからね。本当はこれくらいの顔の大きさだから。うん。金梅さん。そう。だって顔の大きさ明らかに一人だけ違うでしょ。俺ビビったもん、マジで。でかすぎるでしょ。俺の3倍ぐらい顔あるからな。ていうかマジで顔でかいからね。うん。のり巻きせんべいだって思ったもん、俺。初めて見たとき。ドクタースランプあられちゃんだと思ったもん。まあ、ドレさんの体やばいっすよ。うん。で、まあ、フィニッシュブローはもう決めました。リスナーさんと相談して、フィニッシュブローは決めました。これでいきます。もし相手をコーナーに追い込んだらこれでいきます。いきます。これ。うん、これ、本番までにちゃんと形にしておくんで。顔でかいってことは的がでかいってことわかんない。のり巻きせんべいですよ。のり巻きせんべい。デンプシーロールっすね。デンプシーロール。あとさ、みんなさ、デンプシーロールってさ、初めの一歩しか見てないから知らないと思うけど、
本当のデンプシーロール見たことあるとある人いる？ジャック・デンプシーって1919年とかのファイターなの。で、そのみんなデンプシーロールって幕の内で知ってると思うんだけど、こう高速のシフトベイトとウィービングからの左右のフックを叩きつけるって技。あずさんこんばんは。見てみる？笑うよ。俺ね、鴨川会長の想像力すげえと思ったもん。一歩のあの技見てデンプシーロールだと思ったのっていう。見てみる？笑うよ。本物の本家のデンプシーロール見せようか。見る？見る？笑うよ。ちょっとキャプチャーソフト入ってないから申し訳ないんだけど、直撮りで。これがみんなが想像してる。これがデンプシーロールなんだけど。ちょっと待って、途中再生になっちゃった。俺が勉強で見てるやつだから。ちょっと待って、これがデンプシーロールね。On July 4th, 1919, in Toledo, Ohio, heavyweight champion of the world, Jess Willard, makes the second defense of his championship against the shorter, lighter, underdog challenger, Jack Dempsey, at the very beginning of round one. The 6'7" champion is hit with a paralyzing left hook to the jaw and sent to the canvas for the first time in his professional career. Willard takes an 8 count as the challenger waits to resume his attack. When Willard rises, Dempsey is all over the champion, throwing lefts and rights to the head. ただぶん殴ってるだけだから。ただ左右でぶん殴るだけなんだよ。そうそうそう。ぶん殴ってるだけでしょ。これデンプシーロールだ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 。Courageously, Jess rises again and again. There's no let up in Dempsey's attack. これがデンプシーロールね。うん。いや、格闘技好きなんですよ。だからね、今いい時代だよね。100年前のテレビが見れるんだからさ、ただで。すごいでしょ。ただぶん殴ってるだけでしょ。俺笑ったもん。初めの一歩を見て、あ、デンプシーロールすげえと思って、どんなかっこいい技なんだろうって俺見たらがっかりしたもん。ぶん殴ってるだけじゃねえかこれっつって、うん、漫画と全然違うでしょ、うん、で俺のやったデンプシーロールっていうのは初めの一歩がやったデンプシーロールなの。見せようか。ちょっと待って、初めのタイソンがやってる、タイソンの左右のフックが多分かなり近いと思う。いらっしゃい。見てみようか。ちょっと待ってて、うるせえな BGM。 これ今日やったやつね。こっちがだから原作、あの初めの一歩に近いでしょ。だから俺がやろうとしてるのは一歩バージョンのデンプシーロールね。もっと左右にシフトウェイトしないといけないんだけど、こんな感じ。うん、これでも あれだよ、来たら怖いと思うよ。青山多分相当怖いと思うよこれ見たら。うん、これがデンプシーロール。まあ簡単に言うと左右のフックの連打なんだけど、そんなに難しい技じゃない。うん、ただそこにいかに体重乗せるかと、そのもう横幅のその反復横跳びの速さ、俺は体重移動がまだ下手だから横にそうシフトウェイトができてないの。これが相手が見えなくなるぐらいこういけるかどうかなんだよ今の速さで。うん、ノンタンでもいいから。いや明日あれっすよ、あのそのヘビー級のドルさんにトレーニングつけてもらうんで大丈夫っすよ。あんまりその毎日毎日スパーやってたら体壊すんで、これにタイミング合わせるか。だからこれをカウンターで打ち落としてなんだよ初めの一歩とかのキャラは。しかもカメラとの距離があれだから、もっとデンプシーロールってこの距離で打っちゃうんだよ。相手の的ここなのよ。だからちょっとやってみようか。
ね、面白いよね、初めの一歩。多分ね、距離的にはこれよりも近い距離で、で、相手の視界ってこれくらいじゃないですか。こっからこうやって消えるから、デンプシーロールって怖いの。視界から消えるんですよ。シフトウェイトしながら。で、こっから左右の連打が来んの。もっとこう行かないといけないの。ドレさん50代ですよ。そう。視界から消えながら打つのよ。見えないパンチっていうのはそういうことなの。遠くで見てるから振り子に見えるじゃん。あれってかなり距離離れてるの、カメラの。多分ね、これくらいの距離だね。どれくらいだろうな。もっと近い。もう超、この辺だね。この辺で消えるんですよ。こうやって。うん。そう。そりゃそうでしょ。だってショート連打の、ショートのさ、パンチなんだから。だから相手からしたら見えないパンチがバカバカ左右から飛んでくんのよ。圧迫感すごいでしょ。だから青山がブルっちゃうのは多分当日やばいと思うよ。そりゃそうでしょ。だって初めの一歩のスタイルってこの距離じゃん。なんつうんだろう、多分みんなはそのリングの外から見るのに慣れてるからあれだけど、この距離で戦うんだよ。距離感的にはこれでパンチが飛んでくんだよ。だそれを俺ドレさんとやるんだよ。超怖えかんね。あの巨体と戦うんだよ。スパーでも。手加減してもらえると知ってても。本当に怖いよ。おい、高谷さんこんばんは。お疲れっす。勉強っつうか、まあ、その、みんなが喜んでくれるんだったら本気の試合やるってだけですね。うまくするためには、その左右のウィービングって言うんだけど、この動きあるでしょ？これ。要はピーカブーになったら、もう、ディフェンスこれしかないのよ。この動きね。で、さらにシフトウェイトって言うんだけど、これ上半身だけでやってるじゃん。こうやって。これだけだと怖くないんだよ。ただの振り子だから的がブレてるだけだから。メトロノームっていうの知ってるかな？音楽の機材で。こうリズムカチ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 っていうの。それでこうバッ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 って動いて、でさらに体重移動をすんの。要は反復横跳びをこれに重ねると、こう動くのよ。画面から消えるように動くの。で、そっから、その左右の連打叩きつけるっていう。わかるわかる。格闘技やってる人熱くなるよね。マー君、風船100個ありがとう。これはコーナーでしか出せないから、蹴りが飛んでくるから、超接近戦になることってまずありえないの、キックの試合で。だから3ラウンド目とかの相手がもう、ガードが下がって、足使えないぐらい足に来てる状態だから、初めの一歩ってさ、ボディーブロー、リバーブローから入るでしょ。で、後半使うでしょ。で、やる方も体力めっちゃ消耗すんの。これ無呼吸連打なのね。って言いながら、要は吸うタイミングないんだよ。今のテンポだと、BBM で多分ね、120ぐらいかな。っていう動きだから、そう。まあさんね。ああ、まあね。まーちゃんね。まーちゃんに小手半変えると嬉しい。まーちゃんに小手半変えて。腹筋、下半身っすね。もう、下半身のみっすね。あと腹筋と背筋とっていう、その、背骨の周りについてる全部の筋肉。太ももとか。だから、まあ、ツイッター俺の見てもらえればわかるけど、足に豆ができてます。俺はシフトウェイトがすごい下手だから、足腰弱いんですよ。上半身でパンチ打ってるから。だからこれ外されたらやばいから、もうボディでも何でもいいから、とにかくガンガン左右から思いっきりいってやろうと思って、後半相手がガード下がったら。コーナーに詰まったりとか、ひるんだ瞬間にも仕掛けるよ、俺は。そうっすね、引き寄せの法則っすね。そうですね。素人同士なんでうまくいかないと思いますけどね。でもまあ、会場を沸かせたいっていう、見せパンチですよ。見せパンチ。やっぱ勝つだけじゃダメなんですよ。記憶に残る試合やんないとダメなんで。勝つのなんか当たり前だと思ってるんですよ。そうじゃなくて、アホだあいつって言ってもゲラ、わらわらってなんないと意味ないから。ありがとうございます。トゥーダンさん、ありがとう。
風呂行ってこようかな。スタミナ、そうっすね。スタミナっすね。今日8ラウンドやったけど、初めてグローブつけて8ラウンドやったけど、これがアマゾンから届いた時に俺びっくりして、重たいんだよ。いや、いや、あれだよ。素人の人からしたら、いや、軽いじゃないですかっていう感じなんだけど、これで自分で、いや、あれだよ。素人の人からしたら、いや、軽いじゃないですかっていう感じなんだけど、これで自分の頬を軽めに殴っただけで効くんだよ。これね、多分、格闘技経験してる人だったらわかるけど、今日これでジャブ打った時に3倍ぐらい遅くなるのよ。本当に3倍遅くなってて。で、しかもね、俺空手の握りだから、こういう正拳の握りするんですよ。空手の握りなのね、これって。小指から、こう詰めていくの。こうやって。で、こうやってやって、これが空手の握りなのね。これに慣れてんのよ。親指がこっちに行くでしょ？でもボクシングって反則技がないように、ここ親指とここの人差し指のとこ、紐で繋がってんのよ。親指目に押し込めないように。反則技だから。だから、握りが、横に親指がつくから、こうなっちゃうのよ。だから、握れないんですよ。正拳が。これがびっくりしてる。これどうやって慣れればいいんだろうみたいな。拳作れねえよって。握るなってこういうことかみたいな。で、グローブが武器っていうのもよくわかりましたね。これ、重りなんだよ。クッションじゃなくて。バチンバチンいくんだよ、これ、多分。いや、顔晴らすんだよ。相手の心を切るんだよ、ジャブで。もうもらいたくねえって。な、もうそこは、だから根性だろうね。もらい慣れとけっていう。俺も同じ現象起こるわけだから。うん。俺も同じ現象呼ぶ。起こるわけじゃん。そう。そう。怖いよ。16っすね。めっちゃ重たいっす。お風呂行こうか、そろそろ。打たれ慣れだね、本当に。根性つけるしかないね。うん。明日は3時からですね。まあ、YouTube にタイムシフト僕全部練習の動画残してるんで、もし見てくれる人いたら、チャンネル登録しておいてもらえれば、YouTube ね。僕の動画全部見れます。過去の、サメ島さんとのコラボとか、いろんなのが載ってるんで。そうですね。本番までにベストの体作りたいですね。うん、本番までに。まだ若い。若くないよ。32だよ。で、運動神経ゼロなんだよ。スポーツやったことないんだよ。部屋で漫画読んでたオタクですよ。うん。怖いよ。毎日怖いよ。でもその、これね、わかんないかもしんないけど、怖いよ。本当に。300人の前でさ、殴り合いをすんだよ。あ、で、相手が24歳の反射神経いいやつなんだよ。みんなさ、いくつかわかんないけどさ、生きのいいさ、喧嘩慣れしてる34歳とさ、リングの上で3、ね、9分間殴り合えって言われたら怖くない？うん。その恐怖を埋めるために練習してんだよ。何キロもないよ。ほんと、どれくらいだろう。500グラムぐらいかな。キロないっすよ。うん。いや、俺は喧嘩なんかしたことないんだから、ほとんど。ヤンキーじゃないから。マジで怖えよ。だから言ってんの、うん。やる気がないんだったら試合から逃げることだって別に怖い、正しい判断じゃん。別に戦わなきゃいいんだから。リングの上上がんなきゃいいんだから。でしょ？ごめん、怖いですって言って。逃げていいんだよ。
でしょ？戦わなかったら勝ちも負けもないんだから。ん？おいって何？どれさん？うん。俺は逃げたくないっすよ。青山に勝って自分に自信つけたいから。うん。50代どれさん、どれ深夜食堂さんですよ。怖いよ、そんな。フロー時間大丈夫、12時ぐらいに行けばいいから。いや、もう逃げたら一生の恥じゃん。なんだ、ゆいがさんと言ってること変わんねえじゃん。あんだけ短歌切って口だけじゃねえかよって。ネット画面でしか吠えらんねえのかよって。俺別に吠えないけど。なんだ結局逃げたじゃんって言われたら一生残るんだよ。配信者は。応援してくれてる人がいるんだよ。俺には。少ないかもしんないけどさ。金梅さんと比べたら。でも俺にとっては大事な大事なさ、リスナーさんなんだよ。必死に3年半生き様見てもらってさ、和道のことが好きだって。和道に勝ってほしいって言ってもらってんだよ、うん、その人たちの前から逃げらんねえよ俺は、うん、和道が練習するんだったらグローブ買ってあげるよって、試合の衣装も用意するよって、これだけのお金用意したら足りるって言ってくれたよ。で、見返りとか全然いらないから、練習のために必要なものは全部使っていいよって、何に使ってもね、文句言わないからって、頑張ってねって。その人の気持ち裏切ることになるんだよ。逃げたら。でしょ？でしょ？俺はそういうことはできません。どんな言い訳をしたってそっから逃げたらもう配信者として終わりですよ。配信者っていうのはリスナーさんからお金もらって食ってるんだよ。でしょ？そのリスナーさんの期待を裏切ったらもう生きてる資格ないよ。自分でやるっつったんだから。俺はだから青山がリング上がるんだったら俺は殺すよ。青山も俺のこと怖いだろうし、俺も青山が怖いよ。だからいい試合したいんですよ。俺が一番怖いのは、俺のこと好きだって言ってくれてるリスナーさんがいなくなるのが俺は一番怖いから。配信者として。配信者名乗る資格がなくなるのが一番怖いの。俺の人生を変えたのは配信だからさ。もうないんだよ。もう俺が人から評価されるものはこれしかないんだよ。救急車？救急車っていうかドクターいますよ、リング上。逃げるのはダサいでしょ。自分から出たいって言ってさ。怖いのは怖いけど、逃げたくもないんだよ。だから、辛いけど走り込むしかない。パンチの打ち方なんか知らないよ。蹴れないよ。何をしたらいいかもわかんないんだよ。だけど、パンチ打つしかないんだよ。本当はサンドバッグ叩きたいよ。本当は、ね、練習相手見つけたいよ。本当はいろいろやりたいこといっぱいあるよ。金もないよ。金持ちじゃないから。だったら走ってトレーニングしても強くなれるでしょ、うん、配信の魅力は何ですか？なんだろうね。わかんない。俺は大好きだよ配信。強くなるためにお金かけないでできることをやっていくしかないと思ってる。で、そっから別に走っても強くなれるし、素振りでも強くなれんだから、やらないやつはやる気がないやつだと思ってる。
で、やる気がない奴がリングに上がると痛い目見ると思ってるよ。だって殺され、本当に死んでも、リングの上で死んでも本当に誰も助けてくんないからね。合法的に人が殺せる場所がリングなんだから。まあね、明日の練習楽しみにしててください。明日の練習見に来たいっていう人手挙げて。明日の練習見ようかなと思ってる人。無理はします。はい。無理するなよって言うんだったらもう毎日トレーニングしたくないです、僕は。明日見に来る。ありがとう。盛り上げてね。そうそう。シンプルっすよ。好きなことに理由なんかない。無理するよ。俺からしたら毎日無理してんだから。みんな見に来て。で、できればね、練習中さ、みんなでやりとりしてもらえると嬉しいかな。コメント拾えないから、新規さんとかが楽しめないから、コメント盛り上げて。もっと腰入れてパンチ打てだの。気合入れろだの、なんでもいいからさ。じゃあみんなありがとね。うん、そうそう、コメント打って。返せねえから。子さんほど新しいリスナー可愛がってよ。初見さんいらっしゃいって。フォローしてあげてとかさ。初見さんいらっしゃい。そう。やっぱ俺一人の力じゃさ、新しいリスナーさん増えねえし。そう。今練習に集中するしかできないからさ。ちょっとみんなが助けてくれると嬉しいっす。新しいフォロワーさん、あゆみおしさんフォローありがとう。アドバイスでも何でもいいよ。もうみんなの声背負ってリングに上がるから。みんなもコメント打つ練習しといて。じゃあ俺風呂行ってくるわ。風呂行って体ほぐしてくるわ。帰ってきたら配信なんかやると思うから。うん。もし見に来る人は、暇な人は見に来てください。アギッサさんはどつ。じゃあ皆さんお疲れ様でーす。また後で。おやすみなさい。たくさん花火ありがとう。おやすみ。寝る人はね。まだ深夜見に来る人はまた来てください。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。